ブレラは、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが、かつて販売していたクーペ型の自動車である、アルファブレラとも呼ばれる。2002年のサロンはアンテルナショナルドロトで、コンセプトモデルを発表。ジョルジェット・ジュージアーロによってデザインされたボーディに、マセラティ製の4.0リットル V8 エンジンを搭載し、豪華な GT を意識したモデルであった。また、大きな縦型のグリルが最初に採用されたモデルでも、 あり、その後多くの車種で同様のグリルが採用された。2005年のサロンはアンテルナショナルドロットで量産系を発表。ジュージアーロによるエクステリアのデザインに大きな変更はないが、車幅が狭くなり、ノーズ部分は搭載するエンジンに合わせて短くなった。エンジンは2.2リットル直列4、気筒 DOHC、JTS と3.2リットル V 型6、気筒 DOHC、 ツインフェザーのガソリンエンジン2.4リットル直列後、気筒の直噴ディーゼルエンジンが搭載された。また、駆動方式は3.2リットル V 型6、気筒エンジンを搭載するモデルが Q4 と呼ばれるフルタイム 4WD。それ以外は FF である。2006年4月、日本で発売開始、導入されたのは2.2リットルモデルと3.2リットルモデルである。 トランスミッションは全車6速 MT。サイレンの 2.2JATS を除いて大型のサンルーフ、スカイウィンドウを標準装備とした。2007年3月3.2リットルモデルにマニュアルモード付き6速 AT を設定。同年5月2.2リットルモデルに6速セミ AT を設定。ステアリングのパトルによる変速も可能である。2009年9月。 アパレルブランドのイタリアインディペンデントとのコラボレーションモデルブレライタリアインディペンデントを世界限定900台で発表2010年1月には日本においても V 型6気筒3.2リットルモデルが導入されたボディカラーに量産者世界初のマット仕上げのダークチタニウムを採用し専用デザインのアルミホイールやカーボンファイバーを多用したインテリア アルミ製フューエルリット、赤色塗装キャリパー、専用エンブレムなどを採用。また、シートはポルトローナフラウ製を装着。ありがとうございます。